ニコラス・アンドレス・ブルディッソは、アルゼンチン・コルドバ州、アルトス・デチピオン出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。1981年4月12日に、ブルディッソ家の長男として生まれる。父エニオは小学校の校長を務め、母・ベアトリスは小学校の教師という家庭環境にあって、幼少年期は、学校の騎士を頻繁に務める、成績優秀な学生であった。 弟のギジェルモもプロのサッカー選手として活躍している。地元のサッカークラブで競技生活をスタートさせ、周囲からの進めもあって14歳の時にニューウェルズ・オールド・ボーイズに入団。やがてニューウェルズは深刻な財政難に陥り、下部組織の寮生活をまかなえなくなると、ニコラスは首都に拠点を置く、ボカジュニアーズに入団した。ボカ入団後は長く試練の時が続き、 出場機会を得ることのできない日々が続いた。一方で当時トップチームの監督を務めていたカルロス、ビアンチは入団当初から評価しており、1999年10月に18歳という若さながらトップチームへ昇格させた。この抜擢の後、プルディッソは成長を遂げ、19歳ですでにチームの主力選手として三冠達成に貢献。 ボカでの目覚ましい活躍は、ホセペケルマン率いる U-20 アルゼンチン代表入りを促し、地元アルゼンチンで開催された FIFA フフワールドユース選手権に出場すると、決勝トーナメント以降に不動のレギュラーに定着し、世界制覇の原動力となった。この頃から、欧州の中堅クラブからオファーが届くようになるが、移籍はしない考えを貫き、 2003年1月には初の A 代表入りを果たし、同年に自身に度目となる母家での参観を達成した。2004年7月1日、ンを持たしてインテルナツヨナーレミラのに移籍。しかし、同年に当時1歳の娘アンジェリーナが白血病に侵され、半年間娘の看病に専念することを決意した。2005年9月にアンジェリーナの病気は感知し、 ブルディッソ自身もインテルに復帰。半年間実戦から遠ざかっていたが、インテルは代役を探すこともせず早速、メンバー入りを果たした。2006年には、逆転招集と言われる形で2006年、ドイツ W 杯のアルゼンチン代表メンバーに入り、グループリーグ前3試合に、右 SB として出場した。2007年3月7日に行われた。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント、バレンシア CF 戦後の乱闘騒ぎでは相手、DF ダビドナバーロに鼻を殴られ、骨折する怪我を負った。その後はインテルでは主に控えとして過ごし、2009年8月22日に、出場機会を求め AS ローマへ、レンタル移籍した。ローマでは、不調なフィリップ・メクセスに代わりレギュラーとなり、 インテルとの優勝争いをしたチームに貢献した。2010フィーファワールドカップのアルゼンチン代表メンバーにも選出され、当初は控えだったもののアルテルサムエルの負傷もあり、グループリーグ第3戦のギリシャ戦以降は先発出場。アルゼンチンの前後試合に出場し、ベスト8進出に貢献した。シーズン終了後にはローマへの完全移籍を希望。 金銭面での問題などから難航するも、2010年8月28日に遺跡金800万ユーロでの完全遺跡が発表された。弟のギジェルモモレンタル遺跡での加入が決定しており、これにより2009から10シーズンからは兄弟でローマでプレーすることとなった。2014FIFA ワールドカップ出場を目指し遺跡を志願し、2014年1月23日、 ジェノア CFC に移籍した。ありがとうございます。